コロナ禍の影響で3年ぶりの開催となった沖縄女子ゴルフ選手権。西原町の沖縄カントリークラブを舞台に熱戦が繰り広げられました。強い風が吹きつける中行われた今日の決勝ラウンド。1オーバー2位タイでスタートした沖縄国際大学の中村姫乃は、安定したショットを武器にスコアをまとめます。18ホールを終え、2日間トータル3オーバーで並んだ興南高校、伊佐美代とのプレーオフ。第3ホールまでもつれるも、最後まで粘りのゴルフを見せた中村が大会初優勝を飾りました。小さい頃から出てる思い入れのある、そうですね、思い出もたくさんあるので、すごい特別な大会です。すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。大会の模様は来月23日に RBC テレビで放送されます。